はい、どうもです。今日は新しいペナントやろうと思ってまして、その名もタイトル通りホームラン2桁打ったらクビにするペナント、タイトルはまだ考えてません。まあ、そういう系ですね。昨日かな、日本ハムの近藤選手が、2桁本塁打を打ったんですけども、今10月21日の、夜の19時となっておるんですけど、動画撮ってる時間は、近藤選手がね、昨日2桁打ったってことで、日本ハムが初めて2桁本塁打が出た今シーズン、っていうことが話題になっているんですが、全然打ってないなと。ホームランっている野球においてっていうのを疑問に思ったわけですよ。ホームランを打たなくてもチームは勝てるんじゃないかということで、この縛りはホームラン2桁打った選手はその翌年というか、その年のオフに戦力外通告をします。でもうアヘタンだけで勝っていこうかなというふうに思っております。そういうペナントとなっております。今回のちょっと中日にいなくなってもらって、俺が名古屋野球の神髄っていうのを落合から受け継いだ名古屋野球の神髄を見せていきたいと思います。ホームランなんていらない、一桁本塁打だけで日本一になってみせます。そういう縛りです今回は。各球団に中日の選手を振り分けました。ヤクルトに大野、福や福、広島に柳、DeNA に勝野、又吉、木下、阿部、阪神に小笠原くん、巨人に根尾、石川、笠原、賭博じゃない方の笠原、高橋、ルーキードライチの高橋くんで、岡林で、オリックスに、高橋周平、ビシエド、マルチネス、ピッチャーの方のマルチネス、大島、日本ハムに、京田と高松というラインナップになっております。もちろん俺がやるのはこのチームと。でこの辺はいつも通り普通で、めちゃ強、パワフル、選手たちはあり、普通、レベル3、普通あり、普通、なしあり、でオリジナル選手は登場なしと。でチーム名、ホームラン2桁打ったらクビ、分かりやすいです。でちゃんとそう言ってるからね、うちホームラン2桁打ったらクビになるよって言って選手集めてるんで、全然クビにしても何も悪いことはしてない。だってホームラン2桁打ったらクビにするんだよって言ってんのに、ホームラン2桁打つ方が悪くない？で、うちの選手紹介していきましょうか。今チラッと見えたんですが、ピッチャー陣は彼だけです。ピッチャーは今のところ。特にピッチャーよし、今回縛ってないんで、ピッチャーも2桁本塁打打ったらクビになるんで、大谷選手を例えば取って、ピッチャーで2桁ホームラン打った瞬間にクビになります、大谷は。で、野手の方は、このあーとか、いいとか、うーとか、A とか O とか、こういうね、ほぼオール F ぐらいの選手の中にちょっと一人なんか混じってるんですが、清田ね、なんかくすぶってるらしいんで、フリーでっていう噂を聞いたんで、うちのチームに清田一緒に野球やらないか、背番号1番上げるぞっていうので清田を誘ったら清田が来てくれました。ちなみに清田もホームラン2桁打ったらクビにするんで、パワー C だったら全然2桁打つ可能性あるんでね、清田は。そうなったらクビよ、清田は1年目からクビです。広角打法なんていりません。アベレージヒッターでしょ、必要なのはアベレージヒッター。パワーヒッターなんていらない、アベレージヒッターだな。ミート対応覚えそう。ピッチャー陣はね、だ守り勝つ野球をしないといけないんだよ、うちは。古田に来てもらって守り勝つ野球をします。監督はちなみに T 岡田です。選手権にオリックスの選手やりながら監督もやってもらいます。外国人な、どうしようか。守備の外国人もアヘタン、ヤクルトに来たエスコバーみたいな、去年ヤクルトにいたエスコバーみたいな、確かホームラン1本しか打ってなかったよね、エスコバーって。そういう選手を取りたいと思います。ピッチャーは何人取っても OK と。清田がやっぱ4番に座ると思うんでね、うちのチーム。清田ベンチ、DH なしだな。4番レフト清田、1番清田にしよう。あ、やっぱ4番清田、4番でちょっと目標はやっぱ清田の2桁本塁打打って清田をクビにするっていうのは今年の目標ですね。それではシーズン終了までいきましたと。88ゲーム差、1勝してますか。よー、1勝142敗、優秀。今年外国人取ろうと思ったんだけどね。まあ、来年からでいいかなと思って、今年は外国人誰も取っておりません。そして問題は、清田がホームラン何本打ったか。清田がいない。清田がいない。5本。
ということで清田は来年もいます。うちのチームに、うちのチームに清田はずっといる。清田監督にするかも。監督清田にしたらあれでしょ、もう怖いもんなしでしょ。全て清田のせいにします。負けた時は清田が責任取って辞めさせます、清田を。2割3分5本34打点、まあ、戦力外でピッチャー漁る、だから戦力外漁るしかないね、ピッチャーは。まあ、打者もね、別に取れる人は誰でも取れるんで、ただホームラン2桁打ったらクビになっちゃうんで、基本的にホームラン2桁打てないような選手をね、FA で取るにしても、取らないといけないな。外国人取るにしても、基本的にアヘタン外国人を取るしかないと。なかなか楽しい縛りとなってますね。スキップ。年俸なんて払いたくないです、こいつらに。コーチはそのままで行こう。清田。清田も6000万もらってたのか。お前420万だ。420万でお前選手権監督しよう。うわぁ、高くない？ダメダメダメ。400万で選手兼任監督してくんないの？年俸400万で。それぐらいやってもいいでしょ、清田は。それぐらい悪いことをしたでしょ、彼は。清田と、誰だっけ、清田と相内と、日ハムの佐藤と、巨人の山口と、その辺いっぱい集めようと、犯罪者。人、しかも一人クビにできるじゃん。こいつクビにしよう。清田の代わりに、一人クビにしました。本当はもっとクビにしたいんですが、まあ、戦力外でピッチャー漁ったから、ピッチャー取らないとね、まずは。まずは投手を。なごどなんで、もう投手鍛えまくって、守り勝つ野球をしよう。で、守備の上手い選手を取って、いや、スプリットインガファストボールエグ。スプリットインガファストボールエグ。ストレートとツーシームとストレートフォークだけ。スプリットインガファストボールだけ。それとツー。ストレートとツーシームファストとスプリットインガファストボールだけ。ファストボール、ツーシームファストボール、フォーシーム、ファストボール、ツーシームファストボール、スプリットインガファストボール。3つのファストボールを使い分ける男。なかなかいいんじゃないあいつ。本当はやっぱこういうやつのが強いんだけど、やっぱりああいう3つのファストボールを使い分ける男、魅力的だよな。いやー、1年目のキャッチャー欲しい。いやー、ホームラン2桁打つわ。パワー C やったら2桁打つでしょ。パワー D でもワンチャン打つんだよな。 D じゃ打たんか。パワー D ぐらいまでの選手を取るしかない。こういうね、足の速い選手とか。いやー、背下取りてえけど、まあやっぱうちの野球っていうのはやっぱり守り勝つ野球なんで、ドラフト1位はキャッチャーです。やっぱ古田コーチの助言で、監督1位はキャッチャー、お、来た、残ってる。監督1位はキャッチャーでいきましょうということで、うちのブレーンになってもらう、彼は。そして瀬下くん。3つのファストボールを使い分ける男、瀬下。最初は野手より必要なのはピッチャー。あの、足早やつ残ってないかな、走力 A。欲しいんだけどね、できたら。あ、残ってる。よし、競りた。で、B、走力 B も取る。こっからはピッチャーってこうは。奥脇、普通に強い。ただね、金がね、あんまり、こう、取りすぎまくると金がなくなってくるんで、九州の街道。川崎。できたらこう安い選手でいい選手。おいいじゃん、ヒロジン。安くてコスパのいい選手。高校生ピッチャーを乱獲していきます。そこまで注目。お、いいじゃん、平野強くない？こいつもスプリットインガファストボールだ。うちのチームはそういう方針なのか。とにかく落ちる球が投げれるやつを取る。 V スライダーはちょっと気に食わんの。いや、 V スライダーはダメよ。強い、こいつ平場。あ、でも残ってるね、こう、あ、足早選手が。あ、もう10人いったんか。あ、でももう10人か。山部、瀬下、セリダ、川崎、ヒロジン、福崎、厚田、平野、平賀、岩佐、多いな。名前は覚えれませんもん、彼らの。
ドラフト1山部キャッチャー C はでかい、これめちゃめちゃ、しかも背番号0。瀬下いいね、ホークスプリングファストボールか、ホークって言ったら怒りそう瀬下に。いや違います監督、これはフォークじゃありません、僕の投げてるのはスプリングファストボールです。三振ね瀬田くん。おお覚えたも尻上がり、川崎ヒロジン緩急はありません、福崎タイピンビーン脱三振、当たった軽い球、平野追い打たれ強さ、平賀タイピンチ、岩佐チャンスにちょっと強いという構成になっております。秋山ホームラン、秋山メジャーでホームラン0本だもんね、秋山取って、秋山メジャーでホームラン0本なんだけどね、日本帰ってきたと10本打っちゃうんだよね彼は、おそらく西対戦したい、オリックスに帰ってこい、西気のせいだぞ、うちのチームが弱いからだ、お前がいい成績を残したのか。ピッチャーは取ってもいいんだよ、ただ正直、あ近藤ギリギリ9本だ、近藤がギリギリ取れるか取れないか、あ西川とかいいんじゃない、 A ランクの、あ俊太取ろう、俊太はうちに必要な人材でしょう、ホームラン2桁打たないし、2100万が高い、2000万で2200万で単年契約で来てくんねえかな、あシュンタ来てくんね、シュンタ来てくれよ、うちに必要なんだ、シュンタは日本ハムにマー君が行った斎藤佑樹の代わりに、まあ、ここで漁っていくしかないね、さあ高えや高えな、いや中地は8本もほうなってんじゃん、ダメダメ、大けけ金子いいね、正直高いのは取れない、白浜取る、メヒア高い、あ野上はいいや、荒木、あーこれユーティリティ差は捨てがたい、川端とかいいじゃん、950万取れるなら荒木高くない、1200万、そう思うと川端がこの金額だと高くない、松井もいいね、そんなキャッチャーいっぱいいる、あこっちの荒木もいるじゃん、ダブル荒木獲得、斎藤幸もうちがまだ使うよ、斎藤幸がいると観客が入ってくれるんで、そのために獲得します。高浜、あ弟の方か、えこれどっちだ、お兄ちゃんか、お兄ちゃんの方か、ロッテの方がお兄ちゃんか、阪神からロッテに行ったんだよねお兄ちゃん、あ福山出しよ、お前ショートに、ショートコンバートもあります、32歳の男がコンバート、立岡総一郎ね取るか、これ安い選手を、大村っても誰か知らないけど、あまりしヤクルトの大村選手って俺はあんまり知らないんですが取ります、渡辺誰、30歳2年目、超オールドルーキーじゃん、28歳で入ったんだ、全然知らないわ、アルカンタラ、ソン・チャーホーはいいのか、活躍してるよ今年、風張りって打てるんだっけ、それだあれか、ただ代打で風張りが出ただけであいつが打てるわけじゃないのか、選手が足りなかった、ケムのいいじゃん、選手が足りなかったからたまたま出ただけで、投手18人か、投手もちょっと欲しいね、安い投手を探しましょう、4000万、1700万、スコット・テツ太郎、1300万いいね、投手はできるだけ欲しいんだよ、2歩、1000万なら取ろう、1100万取ろう、投手は駒が欲しい、950万、とりあえず人体が元気なやつ、投げれるやつ、おそらく多分怪我する可能性があるんで、うちのチームに入ると。それでもいいっていうやつ。すごい戦力外広い感だ。大丈夫か、このチーム。名年の大選手もいれば、目が出なかった選手もいます。しかもそいつらに結構いい背番号、19番。おい、誰だ、お前、風張19番つけてないかった、今。戦力外から19番を選んだ男。海外留学。海外留学はチャイニーズなんで行かせません、1億円がもったいねえや、機材どうすか、変化球で買っとくか、ピッチャーは結構いるんでね、じゃあまあキャンプはカットしますわ、キャンプ終わって開幕まで行きました、ピッチャー陣どうしていこうか、でも結構人はいるんだよな、エースケムラはでも中継ぎで俺育てたい、ピッチャーめっちゃいるな、うち
有吉先発で使うでしょう。瀬下エース、2番手川崎、3番風張は中継ぎ、スロスタ持ってるやつは中継ぎでしょ。なんでスロスタ持ってるんで先発やろうとするんだ。熱田、福井、先発が足りねえ、福崎、6人、武藤、ちーちゃんとかも入っていいんじゃない、金子。平賀も入るでしょ。まあピッチャー交代しながらやっていこうか。抑えは桑原でいきます。本当にいいのか。抑えはうちの生え抜きでやるんじゃないの。生え抜きでやろうぜ。平賀に任せるわ。抑え高卒ルーキーに抑え任せます。大丈夫かな。で野手の方はこの辺が2軍に落ちてくれるんで、もうこいつら全員クビにできますね。あとホームランを2桁打たないことを願うのみ。こいつもクビにします来年。ピッチャーもう全員勝利投手よ。イニングなんて投げなくていい。リード時リード時ビハインド、ビハインド、中継ぎエース、リード時、金子は敗戦処理、ビハインド、ビハインド、敗戦処理やっぱ2人ぐらい残しておかないといけない。どうせあもっといるか。どうせ負けるんだから、どうせ負けるんだから敗戦処理はいっぱい増やそう。守護神、オーダーの方はどうするか。川端ファースト、中井がセカンドでしょ。 DH なしだ。セカンド中井、ファースト川端、外野は埋まるか先に。セリダ、岩佐、高浜、ショート、荒木、サードできる？サード上手くないんで、あ、でもショートできるんだ。サード、荒木、ショート、荒木、サード、高浜、キャッチャーは山部。あ、一応これでオーダー一応埋まったね。意外性の男、中井を5番、4番清田でしょ。セリダ1番、2番川端、3番清田、4番清田だな。4番清田固定なんで、3番中井、4番清田、5番高浜、6番山部、7番岩佐、8番ショートか荒木、控えキャッチャーで松井、白浜、大村と、そして総一郎思います。センター岩佐、センターレフトライト、これでいこうか。で対左じゃ強いやつより対左いません。弱いやつは、ああ高浜が弱いのか。じゃあ大村で、大村サードできるっけ。大村サードできます。大村入れて、でここも松井に変えよう。山部にあんまり疲労をかけたくないんで、立岡も使いたい。1番じゃあ立岡で、対左上は立岡は両打ちじゃないのか、左打ちに専念してるのか。立岡はもう出てくれ、いろいろ。代打松井ますという最強の代打要員よ。こういう感じでオーダー組んでいきます。 DH ありの時は DH にこうしようか。山部入れてキャッチャーに松井正人にキャッチャーやってもらうということで、来年からやっていきましょう。来年とか今年からホームラン2桁いったらクビにします。アヘタンで名言で守り勝つ野球をやっていきたいと思います。それじゃあ終わりましょう。バイバイ、さよなら。